国会議事堂は大韓民国国会が開催される建物、1975年に建設された。1975年まで国会議事堂として使用されていた旧形状府民間1948年の政権国会から1950年の第2代国会第7回会議までは中央庁舎が国会議事堂として使われたが、50年6月25日に 勃発した朝鮮戦争のため首都が富山に戦とされたことに伴って国会も手ぐそして富山へと避難した。その後、1953年に休戦となって首都がソウルに再戦とされた翌年に日本統治時代の形状不民間を改装した上で1975年まで議事堂として使用されていた。なお1959年、 南山に新議事堂建設のための用地を選定し、整地作業に入ったが、1961年5月の軍事クーデターで中断されている。現在の国会議事堂は、6年間の工事を経て1975年8月に、竣工した、石像建築である。出展、大韓民国国会事務所編、国会史政権国会第六大国会の、 国会議事堂移転一覧及び大韓民国国会ホームページの国会議事堂編成紙を参照して作成した本会議場議長席より向かって議員席が戦場に広がる大陸型となっている議事堂本館の建築面積は24,636坪地下2層地上6層からなり長さ122メートル幅は81メートル高さ64メートル 単一の議事堂建築として東洋最大の大きさを誇っている。花崗岩の八角中24本が建物の周囲をめぐっており、これは二十四石器を象徴している。中央の建物のドーム形態の屋根は国民の多様な意見から討論によって一つの結論を出すという議会制民主主義を象徴するものとされている。国会本会議場の議席は移動式になっており、 最大400議席まで拡充可能になっている。これは統一による議席像を想定したものである。また、両院制を採択した場合に対する備えもしている。その場合、現在の本会議場が民議員の本会議場となる。現在予算決算特別審議会会議室として使われている部屋が参議院本会議場に充てられることになる。国会議事堂の敷地は、 南寺島の総面積の約8分の1、約10万坪を占める。校内には議員会館、国会図書館、県政記念館などが設けられている。校内、議場の見学は可能。ありがとうございます。